X レーテッドクリティックスオーガニゼーションはアダルトエンターテインメント業界での功績に対し1年ごとに賞を授与する業界内の著作家、編集者で構成されるアメリカ合衆国の団体。組織はロサンゼルス、ニューヨーク、フィラデルフィアの著作家たちから構成され、1984年に設立された。アベンはアワード獲得の映画制作者、歴史家のジムホリデーが ズコの創立者だった。最初のズコアワードは1985年2月14日にハリウッドで贈られた。1991年までは、昭和毎年バレンタインデーに贈られた。現在のメンバーは広範囲にわたる成人向け出版物とインターネットサイトからの著作家を含んでいる。多くのメンバーはフルタイムでこの仕事に従事しており、何人かは 映画批評に重点を置く大学の学位も持っている。現在、ズコ殿堂を含む31部門の俳優、監督、映画の業績を評価する賞がある。ズコの初代会長、ジャレドラターは2004年に退き、現在、名誉会長として認められている。現在の会長は、ガーティー、ボブ・クロッツとディック・フリーマンが共同で務めている。ズコのメンバーには、ダーク・レディー、 グラムポネートダンミラーといった重要なアダルトジャーナリストが含まれている。ありがとうございます。